三子畑専攻所前継三子畑専攻所は、兵庫県朝越助家能の三子畑に、かつて存在した、三菱合志会社三菱金属民の部工業の専攻所である。三子畑専攻所戦国時代に三子畑鉱山として栄えたが、育野鉱山の繁栄でその地位を奪われる格好で、旧山。その約300年後の1878年。 明治政府が銀行脈を発見、翌1879年から最高を本格化。閉山後の1919 19年に北西約6キロに位置する洋布市の民延の鉱山の先行場として、三子畑先行所が建設され、鉱石を行くのまで運搬するための専用道路の増設が行われた。民延鉱山は、戦国時代頃より採掘が始められた金属鉱山で、金、 銀、銅、鉛、鈴などを産出してきた。三子畑先行所では、民延部鉱山で採掘された鉱石をより分け、16キロ南東にあった育野鉱山併設の育野精錬所や、国鉄板単線経由で鹿間港から直島の精錬所へ送る中継拠点の役割を担っていた。最盛期は約3000人が働いたと言われ、規模、生産量ともに、 東洋一と称されるほど栄えた。三子畑鉱山は、鉱山王の五代友厚が、明治政府の銀鉱脈発見に先駆け、鉱脈探しを指示していたとされる。当時、五代は、幕末頃より不国策として、鉱山業を掲げ、長く放置された鉱山から、銀、銅などを取り出す、精錬技術を海外から導入し、福島県の半田銀山などを、 はじめ多くの鉱山の再開発を手掛けていた。地元の郷土市屋の山内淳二の手記には、幕末から明治初期にかけ五代が、御子畑に最高跡があるのを知り、部下の加藤正則に炭鉱を命じたと記され、2015年9月にこの文書が発見されている。御子畑の使用鉱脈を要するか盛山の名は、加藤正則にちなんだとされる。その後、1878年には、 明治政府により、将来市の育野鉱山の周辺調査に伴い、鉱脈を再発見、鉱山として復興された。周辺は、明治時代は、三子畑鉱山として栄えていたが銀鉱脈の枯渇により、平山、1909年に、民の部鉱山で有料な鈴鉱脈が発見されたことで、1919年に大規模な先行諸設備が完成し、 東洋一の先行書と称された。民の部鉱山から本先行書までは、明神電車で鉱石が搬送され、本先行書から行野の錬所、あるいは最寄りの国鉄駅である万端線の荒井までは、初期は馬車道、その後は歌舞伎道、トラックなどで成功が輸送された。円高の急激な進行で競争力を失った、民の部鉱山が1987年に閉山された後は、 本先行所も創業を終了し閉鎖された。その後は長らく建物が残存していたが、これらは2004年に撤去、解体された。現在は、ひな壇上に22段構成となっていた。鉄筋コンクリートの基礎構造物と、先行書の上下を結んでいたインクラインの跡が、残るだけとなっている。2006年前後に、国道に隣接している区画が、史跡公園、 鉱席の道三子畑ステーションとして整備されている。先行所内部、JR 万単線、荒井駅から、全田田し、バス三子畑駅に乗車、終点三子畑下車、AB 神戸新聞ネクスト2016年1月30日15時30分、ご代様、政府に先立ち、朝後で、炭鉱資料を見つかる。ありがとうございます。